はい、皆さんこんにちは、マモンガです。今日はですね、ハロー太田さん約150人が選んだ、多分50人ぐらいかな、夏曲は50人ぐらいかな、が選んでくださった夏ソングを披露していきたいと思います。もしよければ最後までご覧ください。もうね、夏曲ってまあ今ね、今夏なので、もう超あ、この曲聴いたら夏を思い出すなとか、そういう感じの曲が多いですね。第3位は3曲あります。1曲目、三人祭りの中夏パーティーと、キュートの桃色スパークリングと、ベリーズ工房のマジボンバーです。まあ、三人祭りの中夏パーティーはもう本当に可愛くて、もう私が小さい頃ね、すごい普通に知ってた曲なんですけど、かごちゃん、石川りかちゃん、あややの3人、この最強な3人が歌ってた曲なんですけど、今でもね、現役のハロープロメンバーが歌ってて、やっぱね、誰が歌っても可愛くなる曲、もうね、この曲本当に可愛いなって思って、なんだろう、すごい女子とか女の子なんですよね。歌詞の中にお昼ご飯バーベキューとか、海の家もいい雰囲気とか、プリティな水着着てとか、もう本当可愛いんですよ。もう本当に可愛いんですけど、すごく、まあ言っちゃえば癖の強い感じの曲ではあるんですけど、耳に残る曲だし、結構ね、三人祭りの中夏パーティーは知ってる方本当に多いなって思います。もう本当に可愛い、もうこの曲本当に可愛いですよね。もうなんか祭りシリーズが結構好きなんですけど、やっぱ群を抜いて強かった三人で、この可愛い曲、あんまりあややがここまで可愛い曲っていうのは結構少ないと思うので、ブリブリしてね、だから本当に貴重な曲だなと思います。桃色スパークリングはキュートの曲なんですけど、もうね、本当スパークリングって書いてるだけあって、本当にもうシュワシュワって感じの曲でシュワシュワって感じの曲で、なんか本当に爽やかななんですよ。まあ、夏の曲で熱い曲とか爽やかな曲とか、こう夏らしい可愛い曲とか、まあいろいろあるんですけど、その中でもやっぱ可愛いもあるんですけど、結構爽やかな曲で、なんか炭酸が飲みたくなるような曲なんですけど、私この歌詞の中で好きなのが、アイラインを少し派手にしてみたよっていう歌詞があるんですけど、アイラインを少し派手にしてみたよっていうのは結構ね、女子特有のワードなんですけど、それをね、つんくさんが書いてるのが本当にすごいなと思って、これ本当に盛り上がる曲だし、もう爽やかで可愛い曲なので、これもすごいおすすめです。それに対してベリーズ工房はマジボンバーが入ったんですけど、これもね、すっごい盛り上がる曲で、桃色スパークリングのちょっと爽やかな可愛らしさとはまた違って、ちょっと熱い感じの曲になるんですけど、やっぱそれもキュートとベリーズの対照的な感じが出てるなってすごく思いました。稲妻イレブンの曲なんですよね。稲妻イレブン見たことなくて、でもこの曲やっぱ知ってる人多いですね。これ稲妻イレブンの曲だって結構言われてるのを見たので、あ、やっぱそうなんだ。まあ、出だしが夏じゃん見上げる空青い海っていう、思いっきり夏感がぐわって伝わる曲で、なんかね、それがね、本当にいいんですよ。カブトムシとかね、本当なんか男の子っぽいワードがいっぱい散りばめてあるんですけど、なんかベリーズが歌うとやっぱね、お姉さんの強い熱い感じがすごく伝わってきて、いい曲だなと思います。第2位はスマイレージの夢見る15です。夢見る15歳って書くんですけど、これはもうスマイレージのすごい代表的な曲じゃないですか。本当に可愛いんですよ。もうなんか15歳っていう感じの曲で、やっぱね、この曲知ってる人多いですね。あ、この曲知ってるってよく言われるので、スマイレージって言ったらやっぱ夢見る15でしょってすごい言われますね。夏祭り、手をつなぎ花火を見上げて、綺麗だと私見て君が言うとか、もう可愛すぎじゃないですか。もう今年の夏は唇乾かないようにしなきゃねとか、もういちいち可愛いんですよ。やっぱここにもバーベキューって出てきますね。いや、もう本当にこう夏を感じる、ちょっと切ないね、結構切ないか、結構切ない曲なんですけど、すごい可愛い曲でもあるので、やっぱ人気なんだなと思いました。今でもね、元気メンバー歌うんですけど、すごい可愛い曲です。第1位は
椿ファクトリーの今夜だけ浮かれたかったです。やっぱり1位かと思ったこの曲なんですけど、やっぱ夢見る15とはねまた違って、すごいね女子女子してる曲、まあ今さっきの夢見る15もすごい可愛くて女の子って感じの曲だったんですけど、こっちの曲は最初から勇気出してつけた香水火薬の煙に消されたとか、もっと近づきたいけど友達がいる夏が嫌いとか、汗ばんでるから夏が嫌いとか、もうすっごい嫌いなんでしょうね夏。もう嫌いっていうワードが私大好きなので、ああ嫌いっていう言葉が入ってるのにすごいなんか胸キュンというか、あ分かるわと思いながら見てます。なんか真面目心が邪魔をした、口を滑らすはずだったとか、どうしたのと聞かれたら笑ってしまう自分嫌いとか、なんだろう、思いを見せるはずだったっていうすごい過去形なので、もうあの本当はね好きな人とイチャイチャしたかったんだろうけど、やっぱ真面目だからなんか言えなかったっていうすごい後悔をしている曲だと思うんですけど、もう本当にねこの歌詞がすごいこう切ないんですけど盛り上がる曲でもあって、夏を感じれる曲なんですよ。でミュージックビデオがやっぱり結構珍しく浴衣なので、それもねすごい可愛いです。あの浴衣を着なかったわけ、まぶたを刺す髪の毛どうしたら輝けるの泣きたいわっていう歌詞が本当に私は好きなので、こう今の女子女子感というか、こう女の子のすごく面倒くさい気持ちをよく表しているんだなって思う歌詞で、やっぱここ最近椿を思いっきりこうガンって上げた曲でもあるし、やっぱハロコンでもすごい盛り上がってたので、あやっぱこの曲は1位なんだってすごく納得しました。あやっぱりこの曲1位だと思いました。やっぱ椿ファクトリーすごく推してる身としてはすごく嬉しかったですね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんコメント本当にありがとうございました。コメントで、まあ、他にもこの曲あるよっていうのがあれば皆さんコメントしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。